続きまして、横浜市議の井上さくらさん。井上さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私は紹介されましたように横浜で市会議員ということでやっておりますけれど、まあ議員であってもですね、現状でも自治体議会などで資料の請求をしますと、例えば横浜にも在日米軍があります。これに関してのこの間は、在日米軍の軍人軍属って言いますけど、そういう方が各市、自治体に何人いるのかと、こんな資料を請求すると、今までは各市町村ごとに人数を出してくれてたんです。当たり前のことだと思うんですけれど、それが最近出されなくなってきました。そして、場合によっては真っ黒の墨塗りのものばかりが資料で出てきたりいたします。現状でもそういう状態なのに、これがもし秘密保護法が通ると、自治体、つまり私たちの市民の日常の生活にことごとく関係してくるなということを切実に感じております。先週衆議院強行採決されてしまったけれども、それだけで、諦めてしまうというか、私たちの方も意気消沈していると、これはもう思うツボだなと思いますので、強行採決されてますます反対意見が盛り上がっているというふうにやるしかないと思うんですね。それで今日はここ横浜で元気に歩きたいと思いますし、来週は参議院の周辺に集まろうっていう呼びかけもされていますので、時間のある方たちとみんなで国会の方にも行って、絶対国民はこんなこと認めてないということを示していきたいと思います。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。本当に井上さんがおっしゃるように、諦めてはいけない。この間東京新聞に出てたんですけど、98歳の武野武さんの言葉、諦めることを諦めないという本当に心強い言葉だなというふうに思いました。決して諦めずに、廃案にしていきましょう。